はい、じゃあよろしくお願いします。今回はね、小学校6年生の算数対称な形丸1についてお送りします。で、ここからね、6年生のみんなは新しい勉強対称な形が始まります。で、今回のね、動画は問題が1番から6番まであります。で、6番に関してはこれ作図問題です。なので、コンパスとね、定規を用意してもらって、これと似た形をみんなはノートに書いてやってみてください。で、書き方がね、同じだったら丸っていうことにしよう。いいかな？で、俺はね、コンパスと定規をね、これ用のを持ってないので、書き方だけ説明するからさ、ちょっとね、この問題に関しては説明をね、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあね、いつも通り、できそうな子は動画を止めてチャレンジ。で、ちょっとね、苦手そうな子は、苦手そうな子は一度ね、動画を見てもらえたらと思います。いいかな？それじゃあ、早速始めていきますので、どうぞよろしくお願いします。じゃあね、新しいところにも入りましたんで、ポイントからいきましょう。ある形に折り目、まあ、折るところだね、こう折るところを作って、両側がぴったり重なる形。だから折り目を作った時に、お、ぴったりってなる形だね。のことを、まず一つ目、線に、タイトルにもあるね、対称っていうのをつけて、線対称と言います。で、その時ね、今こう折り目を作って折るって話をしたでしょ。その折り目のことを対称の車辺にこれを書いて軸と言います。対称の軸っていうから、この言葉すごく大事なんで覚えてね。これ中学校になっても出てきます。で、一応確認で、例えばみんなが持ってる三角定規あるね、2つこうやってね、あると思うんだけど、こっち、90度と45、45のやつ。これ線対称です。なぜかっていうと、ちょっとね、俺の折れないけど、ここ。いい？ここです。ここで折るとぴったり重なりそうでしょ？だから、これ線対称。しかも、これが対称の軸と言います、ここが。いいね。で、もう一個の三角定規。こっちはね、どこで折ってもぴったり重ならないので、これは線対称ではありません。いい？で、他にもね、例えば普通の長方形の紙があります。こういう。これ、線対称です。では、これ対称の軸は何本あるでしょう？って考えたときに、さっきの三角定規。ちょっと戻るね。こっち。三角定規は対称の軸が1個しかありません。ここしかないね。他には折れない。でも、長方形になると、例えばこうやって、ちょっとね、大型なんで許してね、こうね、大雑把な感じで折りましたけど、ここで折っても線対称で対称なるもんね。対称の軸が1本です。で、例えばこっちで折っても、はい、こうやって折っても重なったでしょ、ぴったり。ここで折っても対称の軸で線対称になります。だから、これ、対称の軸が1本、2本あるんです。こんな風に、対称の軸が1本、2本、もう多い時は5本とかある時もあるので、それは形によって違います。ただ、折った時にぴったりだね、ぴったり重なる線のことを対称の軸っていうので覚えてください。いいかな？ではでは、今ね、ここに矢印みたいな形があります。で、これ線対称になっていて、この直線、青のところね。これが対称の軸です。いいね。では、この時に、頂点 B、ここね、に対応するのはどこって言われたら、これはね、簡単だね。折った時にぴったり重なるところなので、ここをね、折れば、ここになりそうでしょ。だから、G です。で、頂点のことを聞かれてるから、ちゃんと頂点をつけてください。これサボって G にするとダメだからね。気をつけてね。で、もう一個。辺 CD に対応するのはって聞かれてます。で、CD。C がここ、D がここ。つまりここだね。ってことは、その反対側だから、こことここの、この辺になるよね。重なるのって。で、辺のことを聞かれてるから、もちろん答えは辺をつけます。で、CD の順番なんで、C に重なるのは F でしょ。D に重なるのは E だね。だから、この順番で書きます。
FE って。これ ABC の歌にね、順番に並べちゃうと EF になっちゃうんだよね。あの ABCD ってなると EF になるんだけど、それは重なる順番でちゃんと書きましょう。いいね。で、もう一個。ちなみに、頂点 C と F をつなぐと、ちょっとつなぐね。C と F だからここか。つないでみます。ちょっと曲がっちゃった。ごめんね。つなぐと、直線あいとほにゃららに交わる。つなぐとあいと、これどう見ても垂直でしょ。なので垂直に交わります。これは線対称の特徴でね、すごく有名です。対応するところを線で結ぶと必ず垂直になります、対称の軸と。だからここも垂直になってるでしょ。で、もちろんね、G と B を結んだこの線も同じなんで、ここも垂直になる。いいかい？対応するところを結ぶと、軸と必ず垂直になります。いいね。ではでは、6番。ね、まあ1番の線対称をここに埋めて、問題を完成させちゃいましょう。線対称な形を書こう。ということで、今、軸が書いてあります。で、こっちにね、なんかギザギザみたいな形があって、これをコンパスと定規で線対称の形を書いていきます。ではでは、どう書くか。でね、まず、三角定規とかを用意してもらって、全部垂直な線をピーって書きまくります。どういうことかっていうと、これね、多分消えちゃうと思うんだけど、ちょっと許してね。例えばさ、どうしようかな。ここ？ここから垂直な線引くときこうやってなるでしょ。で、三角定規を置いてピーって引くと、こうやって垂直な線が引けるよね。ここも同じ。こうやって垂直な線を置くとピーって引けば、ここに垂直な線が引けるでしょ。で、これをどんどん伸ばしていきます。こっちに。定規をこうやって伸ばしてね。で、その時に伸ばすのは全部点線にしましょう。こうやって。ちょっといっぱい伸ばすよ。これ、ね、曲がってると思うんだけど許してください。こうやってね、ごめん、ここも本当は、ね、点線がいいんです。よいしょ。ちょっと待ってね。はい。つまり、垂直な線を伸ばします。そして、ここも同じだね。ここも垂直なのをどんどん伸ばしておく。いいかな？そして、何をするか。ここで、コンパスの登場です。で、例えば、どっから行こうかな。ここでいいかな。ここの反対側の点をね、探したいんだけど、どう探すか。よくね、やるのは、定規でここを測って、ここをね、同じ長さにしたいからって言って、同じ長さで測る子がいるんだけど、これね、俺の小学校の先生、ダメだって言ってたんで、俺それ使わないんだよ。必ずコンパスを使います。で、針をここに刺してください。いいね。針をここに刺して、この長さを合わせます。で、合わせたら、コンパスあるでしょ？刺して合わせたら、逆に持ってって、シャッてやってください。そうすると、同じ長さの点ができます。で、ここも同じ。ここに針を刺して、こことここの長さをコンパスで測ります。で、針を刺したまんま逆に持ってって、シャッてやる。で、ここも同じ。ここもね。針を刺したまんま、この長さで合わせて、逆に持ってって、どの辺かな？この辺かな？シャッてやってください。全部同じ。ここも針を刺して、ここの長さを測って逆で、シャ。ここもね。針刺したまんま、ここ測って、逆持ってって、シャッてやってください。そうすると、全部の点がね、こうやって、かけたから同じ形になるように最後定規で結びます。いいね。例えばこうやって、ピーでしょ。で、今度縦だもんね。ちょっとずれちゃったからごめん。ピー、ピーで、今度こっちか。よいしょ。で、こうなって、こんな感じ。いい？こうやってコンパスと定規を使って、まあ三角定規もね、最初垂直な線引くんで使いましたけども、こういう風に線対称な図形は書いてください。
いいかな。ごめんね、コンパスとかでちゃんと刺してあげた方が分かりやすいとは思うんだけども、垂直な線を書いてコンパスを刺して測って逆でピ、全部それです。刺して測ってピっていう感じでね、全部の場所を調べて定規で結んで完成させてみてください。よろしくお願いします。それじゃあ今回はね、小学校6年生の算数対称な形1についてお送りしました。今回もね、見ていただいて本当にありがとうございました。で、次はね、もう一つあります。対称な形、ほにゃらら対称ってやつだね。それを取り上げてやっていきますので、もしよかったらね、そっちも見てみてください。それじゃあ今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。